小倉百人一首は鎌倉時代に生まれました。今からおよそ800年前のことです。小倉百人一首には上代の天智天皇から鎌倉時代の準徳院まで100人の歌人たちの歌が集められています。時代順に和歌を選び、全体で100の歌からなる詩歌集を編纂する、このアイデアを実現したのは歌人の藤原定家であったと言われています。藤原定家は新古今和歌集の選者を務めた鎌倉時代の代表的な歌人です。定家は小倉百人一首を直線和歌集に収められている歌の中から選びました。優れた歌が時代順に選ばれている小倉百人一首は華道の入門書として古くから歌い継がれてきました。室町時代の終わり頃、ポルトガル人によって日本にカルタがもたらされました。カルタはポルトガル人の船乗りたちが遊ぶカードゲームの一種でした。小倉百人一首が庶民の間に広まるには、このカルタとの出会いが決定的であったと言われています。江戸時代になって木版画の技術が普及すると、鮮やかな色彩によって描かれた歌カルタが数多く登場します。この歌カルタの流行によって小倉百人一首は庶民の間に広く浸透していきました。百人一首カルタが今日のような競技カルタとなったのは明治時代以降のことです。競技としてのルールが整理され、取り札の文字も活版印刷のひらがなに統一されていきました。今日百人一首かるたの競技人口は100万人とも言われ、全国各地でかるた競技会が開催されています。中でも新年に滋賀県の近江神宮で開催される名人戦、クイーン戦の模様はテレビでも中継され、人気を集めています。また、日本語の美しさを伝える小倉百人一首を教育の現場に生かそうとする試みも全国で行われています。埼玉県坂戸市にある筑波大学附属坂戸高校です。毎年1年生の全員が百人一首かるたに取り組んでいます。今からおよそ800年前に編纂された小倉百人一首、日本人の暮らしや自然への眼差しが美しい歌の中に込められています。昔も今も変わらない豊かさへの願いや平和への祈り、自然とともに歩む生活の美しさ、そこには現代人の暮らしを導くヒントが隠されています。今回の小江戸川越フォーラムでは、百人一首の世界を楽しみながら、現代人のライフスタイルや環境問題への取り組み、農業教育における新しい視点をテーマに議論してまいります。